ではなくて夏の花なんですが、今いただいたキャラの顔が、丸く冠とどこでも栽培されているんですけれども、アジサイは挿し木で簡単に増やすことができますのでね、栽培されているんですが、かつてですね、シーボルトという人が江戸時代に、長崎から